ハッピータイチャンネルへようこそ。こんにちは、ハッピーパパです。すごくないですか、あのハッピーパパ。これもう見た瞬間に本当に驚きました。いや、かなり本当すごいんですよ。何がすごいって、まだですよ、パラドックス、パズルゲーマーとファイターゲーマーのパラドックスのレベルアップライダーシリーズって発売されてないんですね。なんですけど、ハッピーリュウくん一人でこれ作り上げちゃいました。このまあリアルギアガシャットもハッピーリュウくん作なんですけど、もうパパ超えられちゃいましたね。すごいんですよこれ。ファイターゲーマーですよね。後ろから見るとパズルゲーマーになってて、ちゃんと原作そのものをちゃんとコピーしてるような感じなんですよ。でここですね、足の向きを変えて、でここの手のところを外して、ここに肩につける。これでパズルゲーマーになっちゃうんですよ。すごくないです。本当に、あちょっと本当にこれびっくりです。いや、こんな感じでちょっとレゴ作品どんどんアップしていきたいと思ってますので、楽しみにしてください。これは本当に楽しみです。はい、ということでですね、まあ、今回は、仮面ライダーパラドクスの、レベルアップライダーシリーズが出る前にちょっとフライング気味ですけど、フライングですね完全に。ハッピーリュウくんが、パラドクスを作りましたっていう、まあ、紹介です。いや本当すごいな、本当に超えられちゃいました。いやこんな感じですね、本当レゴアップしていきたいと思います。また次回作品もですね続々ちょっと完成してますので、どんどんアップしていきたいと思いますので楽しみにしてください。はい、ということでハッピートイチャンネル、いつもご視聴いただいてありがとうございます。ご感想ご意見、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで今回は以上でーす。パーフェクトパズル。いやこの発想本当ちょっとパパはできないですね。いやこんな感じでできればいいなと思ってたんですけど、もうそれを形にしちゃうんですね。すごいな本当ハッピーリュウくんは。